今日は私が日本語を勉強している Vlog をギュッとグッと明るくなるようにメイクをします。すずめの戸締まり。こんにちは皆さん、スプスプです。今日は私が日本語を勉強している Vlog を撮ってみようと思います。この朝には日本語の中級を受けて、今からは復習すると思います。まず今朝日本語の先生と一緒に日本語を勉強した Vlog から見てみましょう。あ、大丈夫です。大丈夫です、うん、私そう思ったんですけど、英語を勉強してて、うんうん、ネイティブの人が話す言葉と正しい英語文法って違うじゃないですか。セヨンさんはどういう風にしたいですか？正しい文法ではないけど日本人が話す言葉にします。感じこんな感じでいきましょうか。はい、はい、塗ってみると、うん、サクサク、あ、チクチクサクサクはクッキーサクサクだから美味しくなっちゃいますから少し痛いのですが、うん、グッと押しながら、グッと押すんですね。グッ、こういう感じ、グッと押す、ギュッとグッと、クサクとギュッとになると、ギュッとは、そう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 、そうですね。整えた。そう、あ、整うが基本形。整った。そうです。パパだよ。そうです。すごい特性上。特性上。ココちゃんこう来たらすごいわわわわって、はい、そんな感じですけど、いつもココちゃんそんな感じなんですか？はい、人が好き。はあ、人が好き。八方美人なんですね。八方美人かもよ。あっちの人にもいい顔して、こっちの人にも、あ、すごいいいですねとか言って、みんなに愛嬌を振りまいたり、うん、いい顔をする人のことを八方美人って言うんですけど、韓国と全然、そうですね、違うみたいですよね。カジッチョーゲンの気、うん、そうそう、もしチェヨンさんがあなた八方美人ですねって言われたら、はあ、そうですね、韓国では八方美人という言葉は、うん、これも上手、これも上手、顔も可愛い、全部完璧な人に、うん、だからチェヨンさんは八方美人じゃないですか？え八方美人が、うんうん、なりたいです。っていうわけですよね。でもこれ日本で言ったら、ね、ここは八方美人ですね。八方美人ですね。ここ、はあ、ココちゃんちょっと悲しい顔してるけど、どうしたんですかね。ちょっと悲しいみたいですか？悲しい顔してますね。ちょっと匂いがするから、匂いがするから、自分も匂いがするからじゃないですか臭い、自分が臭い。そうですね、早く何とかしてほしいこれ例えば友達とかに、あなた八方美人だねとか言われたりすることあるんですか？最近はあんまり使わないです。ビスタン느낌의단어が出てましたが、육각형남자とか、あ、聞いたことある。結婚する時に육각형남자를추구하는。どうですか、ココちゃんは。육각형남자ですか？今年末年始で、あ、おせち料理。そうですね。こうやってね、デパートとかコンビニとかスーパーとか、あと市場とか行くとね、こういうおかずが売ってたりもするんですけど、でもまだまだやっぱり家でこういうおせちを作ったりもするんですけどね。おせち料理にはこう一切でね、必ず。これ絶対お正月食べるんですよ。豆っていうのは、あの人豆だっていうじゃないですか。前日に連絡したりとかしない人もいるんですよ、うん、で私は必ず連絡するんですよ、うん、だからよく友達が、ああ本当に豆だよねって、トンシラゲサラガヌ意味で、意味で豆を食べる、あ、おお、で全部意味があるんですよ、このおせち料理に。
で、これがおめでたい食材っていう。食べたいです。食べたいですか？お寿司食べたいです。栗きんとん、栗は何ですか？パン。そう。あ、先生、栗好きですか？栗大好きですか？栗はありませんですけど、うん、栗きけ。あ、いいですか？わ、初めて見た。嬉しい。キットカット、これ知ってます？日本で受験生は必ずこれ食べる。キットカットじゃないですか、キットカツってことでこれ食べるんですよそしてカツ丼と、ステーキはおせち料理に入っていますか？おーえよ、ステーキは素敵な人ってなりたい人が食べたら、今度ジェオさんがおせちプロデュースしましたいいじゃないですかねスプスプちゃんプロデュース。これは私がディオン語の勉強するときに使うことです。これが今朝勉強していたことで、これをここに整理します。そしてこれは一人で勉強していることです。일본어상용한자라고되어있는데요日本小学校1年生から6年生までの教育漢字1026号がある本です。前まではすっごく一生懸命にしましたけど、私最近はすっごく忙しいから、また私は小学校2年生です。今から今朝勉強したものを整理します。ココちゃんは一人でおろす番、ココちゃんは一人でお留守番することすることが嫌がります。まんまりんが、ココちゃんは一人でお留守番すること嫌がります。嫌がりますの제3자가싫어하는거。私の彼氏はキュウリが嫌がります。まんな、이렇게공부합니다。오늘배운단어중에중요한게아카누케르아카누케테이루인쇼になるようにメイクをします。 okay. 재미없는거아니겠지 그리고오늘배운것중에중요한게쿠키리캉어렵네요이거는제가맨날영상에서틀리는거스킨케어부분이거를제가계속잘못얘기하더라고요크리무노부분です메이크업부분です そして次は크리무부분です제가한자를아직잘몰라서계속히랑가나로쓰고있어요근데아무래도쓰는것보다말하는게저는중요해서지금말하는거위주로하고있어요아이그수동형이진짜어려운것같아요한국어에는수동형이없어서이생각자체가다른것같은느낌그리고요거는책을보면한자를이렇게쓰게되어있습니다이걸먼저이렇게따라쓰고쓰고모르는단어에줄을칩니다한자는한국에서도어렸을때배워요그래서저도한자를배웠었습니다이런한자를보면한국에서쓴한자랑조금다르긴해요일본에서쓰는한자가좀간소화된한자한국에서배우는한자는복잡한한자인데이거를보면은대충무슨뜻인지는아는데이거를일본어로어떻게읽는지를몰라서이렇게공부를하고있습니다도지마리아이거그뭐지스즈메노도지마리そのあとには私の団子にこうやって今日知らなかった団子を整理しました。이렇게가리고볼수있어요그러면은그부터
売約、購買、売買、入門、色気、はしすみだ、行方、行う、あ、おれた、이거모르는거는チェック그래서다시봅니다그래서옛날부터단어장에있었던것들을이렇게밖에서보면서공부를하는편이에요私はこうやって勉強しています。まだ日本語が下手だけど、一生懸命に勉強して、いつかは皆さんと一緒に日本語で話すことができるようにしたら嬉しいです。그럼저는남은거공부하러가겠습니다、여러분。なんか今日の動画楽しかったですか？ずっと勉強する形しか見えなかったので재미있을지모르겠어요次の動画ではもっと楽しい動画で会いましょう사랑해요ではバイバイ